北海道は晴れて気温が上昇します。日々の寒暖差に注意が必要となりそうです。まずはこちらをご覧ください。上空1500メートル付近の温度についてです。道内全域で12度、そして一部道東エリアでは15度となっております。この温度にプラス15度をすると大体の地上の気温となります。したがって地上では27度から30度くらいのところが多くなりそうです。それでは気温の予想です。こちらをご覧ください。オレンジ色が20度、そして、ピンク色が25度以上、赤色30度以上なんですが、時間を進めていくと札幌付近でも25度を上回り、そして一部十勝地方などでは30度以上となるところもありそうです。気温が上がっていく見込みとなっています。それでは天気アイコンを見ていきましょう。広い範囲で晴れて日差しが届きます。帯広では予想最高気温が31度、昨日よりもプラス6度となり真夏並みです。そして札幌では予想最高気温が27度、昨日よりもプラス3度となり7月中旬並みとなりそうです。このように今日気温が上がるところが多くなっております。そして明日になるとまた25度以下という予想最高気温のところが多くなりますので、寒暖差で体調を崩さないようにお気をつけください。